どうもアフリカ TV です。今日はですね、あの R の発音の克服法ということでやっていきたいんですけど、これねフランス語やってますというとですね、一番よく聞かれるのは多分 R の発音ってどうやって練習したいんですかとか、コツを教えてくださいみたいなことなんですよね。まああんまりね、正直私も得意じゃないですけど、あのどうやって克服したかというか、まあその苦手意識をねどうやってなくしていったかみたいなのも明確に覚えていて、大学1年生の時なんですけど、もうフランス語ね何を間違ったか第二言語で取っちゃったんですね。これ失敗だったんですけど、この時めちゃくちゃ練習しましたね。で、文法はね、もう1ミリもわかんないまま1年間終わったんですけど、そのアボアとかね、エーツとか、めちゃくちゃ簡単な動詞の活用すら覚えられないまま終わったんですけど、R の発音だけはね、割とうまいことできるようになったんですよ。でね、これね、よくコツはって聞かれるんですけど、もうね、方法一つしかないんですよ。もうひたすら言いまくるってことなんですね。魔法のね、解決法はやっぱないんですよね、言語に。発音というのはもう筋トレなんで、まあ英語もそうなんですけど、やっぱ言えない単語があったら、もう言うしかないんですよね。喉とか、この口の筋肉をもうこう鳴らす、もう筋トレなんですよ。完全に筋肉つけるにはやっぱその筋肉を動かす、それしかないんですよ。なので R の発音ができるようになりたい人は R の発音をしまくるしかないです。ただ本当にね、私大学時代の私のフランス語って本当ひどくてですね、動詞の活用、男性名詞、女性名詞もこれ一切何にも分かんないまま1年間終了して、まあ私の学校は1年しか第二言語まあ取らなくても大丈夫だったんで、私は1年しか取んなかったんですけど、まあ全く分かんないまま終わったんですけど、まあ、R の発音だけはね、なんかできるようになってた方がかっこいいかなみたいな理由でめっちゃ練習しました。じゃあどうやって練習したかっていうと、私にとってこう発音しやすいなっていう単語を、まあ、まず見つけて、でそれを一つは言うんですよね。でそれができるようになったら、あちょっとこれ言いにくいなっていうのを練習しまくるんですよ。でこれをねこうだんだん難しくしていくことで、私の場合はなんとなくできるようになりましたね。で今でもねやっぱ苦手なね単語っていうのあって、これね後からちょっと紹介しようと思うんですけど、まずは練習方法を紹介します。最初に、まあ、簡単な単語の中から言いやすいやつ見つけました。まず、アプレミディ、午後っていう意味なんですね。あの、先生がね、よく聞くんですよ。今日午後は何する予定みたいな。で、私、それの意味は全然わかんなかったんですけど、アプレミディって先生の発音がめちゃくちゃ綺麗で、まあ、日本人のね、先生だったんですけど、あ、この単語なんか練習しようと思ってやってみたら、なんか結構ね、言いやすかったんですね。多分、P の後に R が来るのは言いやすいんですよ、おそらく。だから、アプレミディ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 って言いまくったんですね。これができるようになると、まあ、次の単語を探すんですけど、次はポンドっていう単語ですね。英語で take めちゃくちゃいろいろ使えるんで、まあ、文章考える上でもめちゃくちゃいいと思いますし、その発音的にも R がね、2回入ってるんですね。ポンドっていうね、こう。だからすごい練習になるんですね。だから、アプレミディよりはちょっと難しい。アプレミディはアプレミディ、アプレミディ、アプレミディ、アプレミディって言ったんですけど、ポンド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 って連続で結構難しいんですね。アプレミディの次の段階として、まあひたすら言いまくりましたね。これと同時ぐらいに発見したのが、あの数字の13、13ってやつなんですね。で、これは多分先生がなんかで13時みたいなのを言うときに、13って言ってて、あ、なんかこれ響きめっちゃかっこいいじゃん。スペルもね結構かっこいいんですけど、これをね、次練習しました。ポンドと、まあ同じ時期ぐらいですかね。13って言いまくるんですよ。で、最初のやっぱりね、5回くらい言ってると、なんかだんだん喉がね、言えなくなってきちゃうんですよね。13、こんな感じ。だんだんしんどくなるんですけど、しんどくなったらちょっと休んで、また13って言いまくるっていう。この後やったのは、うぐって単語なんですよ。うぐ。幸せって言いますね。ジュシーうぐって言うと、I am happy ですよ。これね、めちゃくちゃ苦戦しましたし、今でもめちゃくちゃ苦手です。ね、なんで難しいかっていうのは、理由があって、母音があるんですね、最初。で、この母音がすでに難しいんですよ。これ日本語にない、うでも、あでも、えでも、おでもなくて、うっていう日本語にない母音なんですね。で、この直後に R 来ちゃうっていうね。これ難しいですよね。うぐーって、うぐーで、しかもこの R の後の母音も同じ音なんですね。ってこれ常に同じ。めっちゃむずくてですね、これは超苦戦しました。もう最初まずうができないんで、うができない上にこの R もできないんで、もう全部できないですね。もううとぐしかないんです。このね二音節とも、ね、発音できないっていうのめちゃくちゃ難易度高かったですね。私個人的に言いにくいのは母音のすぐ後に R 来ちゃうパターン、単語の最初に R が来るパターンで、トゥとかプーとかこうペンとか勢いがある破裂音っぽい
死因の後に R が来ると言いやすいです。だからポンドアプレミディトレーズみたいな、こういうのは言いやすいと思います、私はね。でしかもその後の母音もそんなに発音難しくないんで、ポンド、まあポンドはちょっとオンっていうあの母音が難しいんですけど、まあでもまあまあまあ、あのウフーよりは簡単と思うんで、ちょっとまずこのあたりから、まあアプレミディとか簡単だと思いますね、割と自分のね言いやすい単語から始めてもらえばいいかなと思います。でこれはね本当にもう毎日100回とか言うんですよ、トレーズ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 みたいな、アプレミディ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 みたいな、めちゃくちゃ言うんですよ、もう100回ぐらい。まあ正直ね、毎日言ってても1週間ぐらいできてますよ。あの私はねそんなに真面目な学生じゃなかったんで、まあ、1年ぐらいかけてゆっくりまあだんだんできるようになってた感じですけど、これね1日100回ぐらいで1週間ぐらいやってればもう一発でできるようになります。ここでね私の R が入ってる苦手単語ランキング紹介したいと思うんですけど、でねまずね3位、ググレて、これねめちゃくちゃ苦手ですね。なんで難しいかっていうと、もうこれ簡単ですよ、理由は1個しかなくて R から始まるからですよね。ググレて R で始まって、しかもグってグも結構喉多くなったんですけど、その後グググググでまた多くなんですよね。ググレってグって難しいんですけど、このグをさらに難しい R で挟んじゃうってね、後悔するって単語ね、めちゃくちゃ使うんですよね日常で、なのに言えないっていうね。私もこれ会話の中で一発で言えないと思います。これ YouTube なんで、あの言えたとこしか使ってないんで言えてるように見えると思うんですけど、実際はねやっぱり一発でなかなかググレってって言えることは結構珍しいですね。はい、で2位はですね、プリオリテ、これも難しいですよね。これなんで難しいかっていうと、最初の R はまだいいっすよ、 P の後なんで、これ言いやすい、プリオリテって、このね母音の後に R 来ちゃうんですね。母音の後に R が来て、その後にまた母音があるんで、しっかり発音しなきゃいけないんですよ。 R 母音 R 母音で挟まれちゃってるんで言いにくいんですよ。子音が間に挟まらないんで休憩がないですね。プリオリテって、この、常に R モードでこう、そのまま言っちゃうみたいな。優先順位とか、まあ優先とかね、そういう、だプライオリティですね。これもだから、基本的な単語じゃないですか、めちゃくちゃ日常で使えそうな。なのに発音が激ムズっていうのがやっぱりね、フランス語のね、やばいところなんですね。はい、じゃあね、1位いきたいと思うんですけど、これね、ルギャルテ。これも難しいですね。ルグレテとちょっと似てますよね、雰囲気としては。要は R が来て、G が来て、また R ってね、ルギャルテ。これも、めちゃくちゃあのシンプルな単語で、これ見るっていう単語なんですよね。できれば僕はこの単語使いたくないんですけど、これも見るっていう単語なんで、これ1日1回以上絶対言うと思います。だけどやっぱ難しい、ジュルギャルテ、テレビを見るっていう言い方なんですけど、ジュルギャルデラテレ、ジュルギャルデラテレ、ジュルギャルデラテレ、これもねめちゃくちゃ基本的じゃないですか。テレビを見る、まあ何々を見る、ジュルギャルデラテレ、これめっちゃシンプルなのに言えないんですよね。これねもう超シンプルな単語がこんだけ発音難しいっていうのにやっぱやられちゃうんですね。まあ、今3つね、ググレテ、プリオリテとルギャルで紹介しますけど、単語の最初に R が来ちゃうパターン、それから母音の後に即 R のパターン、この辺がねやっぱ難しいなっていうのが分かりますね。で皆さんもねちょっとね、あの自分のなりのね簡単に覚える単語からねこう練習して、だんだんこういうちょっと難しいなっていうのにもチャレンジしていくといいかなと思いますね。皆さんもねぜひ R の発音にチャレンジしてみてください。ということでね、またお会いしましょう。アビアント。